こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。イエーイ。今夜もやってきました。前席鏡のラブレイ。こんばんは。はい。なんか。おーやべ。こんばんは。かぶってますね。はい。コメント2万件よろしくお願いします。これ火星方形ですか。よーし。髪の毛言ってね。なんでだ。言ってない。コメントしてね。髪の毛かぶってます、ね。しゃあ。かぶってる。なんか薬草みたい。確かに。プリンだなぁ、プリン直さなきゃ。お前うるせえんだよ、お前誰が稼ぐけや、殺すわ。いや、一個前の話だし、向いてくれ。あ、違うか、全然違うじゃないですか。注意を出して、うん、バンになりますか。よし、これバンになる。バンになります。今日ニコラマの人に聞いたんですけど、男性は上半身 OK と、下半身はバンになりますと。はい、バンしてみます。お出したくらいでバンすんだよな、パンツだと思いますね。いや、ほんとそうね。パツキュアドですよね。ちょっと俺、肩ばっかりのパンツなんですよ。お流行りのサッピー。おはい、とりあえず乾杯。イエーイ。お疲れっす。じゃあ、レッスン、レッスン、イエーイ。俺、このチャンネルお久しぶり。伝説作ろうって書いた人知ってるぞ。はい、俺絶対そいつ知ってるぞ。誰や。絶対あれでしょ、弟。はい、弟多分保育士目指してるでしょ。誰、弟か。ってことでですね、じゃあ早速ですが、はい、もう俺久しぶりに出たから、はい、久しぶりに仕切らせてもらいます。よし、はい、DJ フネの MC ふわりー。イエーイ。いきます、それでは、はい、本日のお題、はい、酔っ払ってるふわりがプレゼンツ。はい、とりあえずニコ生スタッフさん、僕の声で見せないで、ドゥルルルダンデン。いや、裏裏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 、ちょっと待って、裏裏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 。はい、謎かけやりたいと思います。よ、酔っ払ってるから、どこまでの思考がいくのか、はい、第34個体制やってみたいと思います。サルミ見てる。やばい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 、やばいやばい、やばいやばい、見てる。シー様見てる。いやいやいや、大丈夫なのか。ガンガン行きたいと思います本日ね。やばすぎっかい。ゆきちゃん見てる。ゆきちゃん見てる。ゆきちゃん見てる。ゆきちゃんやめろよ、やめろ。いや、一番やめろ。一番やめろ。いやいや、悪いな。アサミ見てる。アサミ、いや、飛んだな、飛んだな。はい、行きます、行きます。それでは、お題は一つ目のお題は俺が振るから、二つ目から、チンチンポチポチ、はい、お願いします。じゃあ、お題入れといてね。はい、一個目のお題。はい、1個目のお題。ゆうくんコメントめっちゃ汚いですね。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュとかけまして。はい、ティッシュとかけまして。どんな感じで出していいの分かんだろう。そんから適当に出していいんだよ、アホ。なるほどね。チンコでもなんでもいいから頼むわ。ティッシュね。ティッシュだけですか。うん、それ以外ないから。使いかけのティッシュとか。何、何するんですか。謎かけ。単語出せばいいよ。はい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 、整いました。はい、じゃあ、ティッシュとかけまして。はいはい、ホス狂いの担当いっぱいいる女とかけます。はい、解きます、解きます。その心はどちらも破れるでしょう。おー、はい、最後のこの、はい、その心はここに書いてほしい。あ、その心は意味わかります。破る、はい、分かるよ。今日来る、今日ね、行くね。でもね、うちショコラに、ショコラのコソ君好きになっちゃって、やめろ、ち行こうかな、やめろみたいな。マツコ会議出たからね。全然わかんない。ティッシュとかけました。ティッシュとかけまして、ティッシュとかけまして。オッケー、オッケー、オッケー、わかりました。なんだっけ、
ホケ？ちょめちょめじゃない。ティッシュ。ティッシュとかけまして。ティッシュとかけまして。ポストに来る初回届きましょう。その頃はどちらもセレブがいいでしょう。なんでそんな感じなん？あった。イエイ。見えない。セレブがいいでしょう。そう、花セレブね。確かに確かに。俺に確認する。全然。わかんない。酔っ払ってるみんな。これ。わかりづらいわ。いや。難しいっすね。ティッシュって。ティッシュ。ティッシュ。え？むずい。じゃあ俺行こうか。はい。ティッシュとかけまして、はい、風俗嬢がスマタをするときに大事なものと解きます。その頃はどちらもローションが大事でしょう。んローションティッシュあるやん。おー、花セレブ系のやつ。花セレブ系のやつね。はい、笑え。知らん。知らん。知らん。確かに俺もね、うん、その風俗行きたいけどスマタされたことないんだよね。なぜなら本番できちゃうから。ふぅ、ありすま、本番禁止ですよってボーイさんに言うと、はい、できちゃうから。いや、ほさほさアウトはい、グイ本番するな。よいしょ、グイ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 よしこい、グイ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 よしこい。そうね、ティッシュとかけました。そう、じゃあちょっとなんか、まあちょっと肩にハマって、まあ、早くやるよ。肩にハマってやついいですか。はい、早くハメろよ肩に。あ、これハメる。あ、これなんだ。チッチンの話じゃないですよね。グイグイ、ティッシュとかけましていいですか。はい、ラストオーダー間際のホストと解きます。はい、その心はどちらも、はい、はい、見ない。お前行こう。俺も、はい、どちらも抜くでしょう。あ、俺も似たようなってずっと思いました。かぶせかぶせ。はい、ティッシュとかけまして、はい、スケベな女と解きます。はい、その心はどちらも吹いちゃいました。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 ビシャビシャ。吹いちゃいました。はい。なるほどね。すいません、はい。アンケートお願いします。はい、誰が一番、謎かけてたか。謎かけてたか。アンケートお願いします。キラ、ふわり、シュウヤ、ピカソ、ユ。ちなみにもしもキラに 1% でも入ってたら。それ出て殺しに行くからです。何も陰に来てない。パワハラ。違う違う違う。パワハラや。間違いですね。でその間に1回目に、はい、あの消しゴムってコメントしてくれた方がいたんで、はい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 、じゃ消しゴムでいきましょう。はい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 、消しゴムとかけまして、うん、消しゴムとかけまして、あ、消しゴム、消しゴムとかけまして、ムカつく従業員と解きます。はい、その頃どちらも消しましょう。やめろ。いや、純粋や。純粋っすね。純粋っすね。危ないっす。しかも結構いい感じだったから、はい、それは雑に言うなよ、はい。消しゴムな。消しゴム？もうそれ消しゴム取りまして。消しゴムとかけまして。はい。いろんな人に股を開く女と解きます。はい。そう、これはどちらもカスが出るでしょう。ああ、いいねいいね。だからそんな雑に行くな。雑に行くな。早い。消しゴム？分かった。あ、来ましたね。はい。行きます。うわ、いっしゃーいっしゃー。消しゴムとかけまして、セックスに大事なところと解きます。いや、もうまたでしょ。その心はどちらも物次第でしょう。
よいしょ。いやもうめっちゃうまいっすもんね。いや俺もひねり出したのがそれでなんか悔しかったっすもん。え、一緒だったの？いや全く一緒でしたね。本当に AV 男優のあそこだと言おうとしましたね。はいはいはい、うまいな。消しゴム？いやー、アンケートまだ出ないか。はい、安心してる場合ちゃうぞ。いや、結果出します。待って、キラ22って言うねん。ユー 0% なんで。いや、え、みんな見てた？え、見てないでしょ、閲覧0やった。キラキラ、待って、キラ持ってんな。ユーすげえじゃん。ユー言ったのに0で、キラ言ってないのに22って、はい、え、あれでしょ、あの時。はい、じゃあ消しゴムのアンケートお願いします。消しゴムのアンケート、え、終了1位、よいしょよいしょよいしょ。はい、ユービリ、グイ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 、何とも言ってます。でもこれ、俺と塩谷しか言ってないから、俺と塩谷にポイント入ったらもう全員グイグイだよね。お前、めっちゃおねえやん。どうすか、なんかめっちゃおねえやん。おねえすか、おねえな、めっちゃおねえやん。ちょっと、ソロなんでこぼしちゃいました。もう誰かが言った。え、次のお題お願いします。そうですね、こうやってティッシュで拭いて。次のお題お願いします。誰か。タバコ。タバコ？タバコ？タバコ。いっぱいあるやん。こんな。車。車もいっぱいあるやん。タバコとかけまして、乳首と解きます。その心はどちらも吸うでしょう。タバコ？え、タバコ？タバコでいいっすか？タバコでいこう。じゃあタバコを吸うや。はい。はい。タバコとかけまして、はい、はい、めちゃめちゃキレてる女の子と解きます。はい、その心はどちらも不始末が危ないでしょう。なんで？結構うまかった。結果出ました？はい、お願いします。普通言われてるわ。いや、ピカソ何も言ってない。まだ言ってない、言ってない。純粋にあいつだよ。絶対あいつだよ。これ出てんの絶対あいつじゃない。しゃーしゃーしゃー、いいぞいいぞ。愛されてますね。いいぞいいぞ。ユウまたつくんだよ、お前。ピカソよかった、ありがとう。そうも言ってねえよ。めっちゃ考えてたから、ほんとに。おかしいもん。伝わった。これ後ろにとけば。はい、ありがとうございます。じゃあ、タバコだよ、タバコ。シュウある？タバコでしょ。タバコと書きまして、整いました。はい、タバコとかけまして 3P と解きます。その心はどちらもニコチンがあるでしょう。おー、やばくない？来たっしょ、これ。はい、これは今、これは今ですね、男一の女見だったと思う。はい、知らんわ。ニコマンいやね、そう、アンケート人気順だったら、お前、言う。来たね、これボロボロだな。いや、なんか俺言うてるのに、なんで。なんだ。でも最初、めっちゃ届きました。はい、もうこれ書くのめんどくさいから。タバコをかけまして、はいはい、ダイエット中に食べなきゃいけないものと解きます。その心は、はい、どちらもスモークでしょう。へ、いや、あ、そうじゃなくて、スモークササミなんですよね。ササミ、スモークチキン。違う違う違う、ふーんじゃねえよ。クイズ屋のやつですよね、美味しいやつで、キラーいいのね。タバコとかけまして、はい、シュンティーの明日解けます。はい、やめろ。あー、ないかないかないか。はい、その心は、ブラックセー。ストレートにお前さ、シュンティー見てる。はい、アンケートお願いします。はい、で、次でラストのお題でいこうか。はい、何でいこうか、次のお題。はい、タバコとかけまして、はい、おちんちんと解きます。はい、その心は、その心はどちらも吸っちゃうでしょう。よはい、以上よ。はい、以上です。おかしいな、なんか普段こんな下手ばっか言わないんだよな。うっさいな。なんか病んでんのかな。
あ、やべえ、なんで振ったんだろう。なんでやねん、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 頭振ったんだろ。純粋になんかなんでやねん、俺振るんやと思って、なんかあの、あれかなと思いましたもんね、振って振ってゼリーみたいな。先に言っとくけど、誰かうまいこと言ったらうぅーって言ったけど、シーンってなったらずるいじゃん。いや、間違いないですね、間違いないですね、落とし合いみたいな感じですもんね、純粋に。仲悪いよ、俺たち全員。どうせお前、冬月のホストだろ。やめろ。どうせあれだろ、シュウヤの敵だろ。あれか、あそこか、お前、あそこかい、フェープラか、フェープラ。やめろ。はい。じゃあ、お願いします。お、これ均等だな、均等。行ったわ。やっと行ったわ。3回連続ゼロはないよ。あれ、あれ、そういえば俺今これ見てる人みんな嫌いですもん。分かるならばみんな嫌い。最初にユウ君めちゃくちゃ言いましたよね。いや、でも本当に最初からずっとユウ君ユウ君言ってる人いるのに、絶対なんか俺には投票しないみたいな。ちなみにあの、ツイッター ID とツイッター ID と LINE ID の俺とピカソの位置逆じゃないですか。え、はい、俺ってお前が不安になって俺がピカソみたいになってる。あ、まあまあまあ、確かに確かに確かに。マーシーかわいそう。適当に修正お願いします。そうね、まさしく。はい、いや、本名まさしがね、本名は、本名に1個。リュウジさんやめてくださいって。本名じゃあセックスでいきましょう。はいね、はい、マジかわいそう。エイジ君持ってこい。ツイッターの ID のなんか頼んだのに、なんか LINE の ID が載ってるって。はい、整いました。はい、どうぞ。セックスとかけまして、はい、バイクのレーザーと解きます。はい、はい、その頃はどちらもヘルメットが大事でしょ。やめ、大事やん。なるほど、なるほど、なるほど。おおおせえよ、おせえよ。ほうじゃねえかな、お前。他にはセックスとかけまして、はい、はい、男同士の友情届きます。おお、その心はどちらも硬さが大事でしょ。絆。いや、なんでな。絆絆絶対これもう、いや、分かった分かった、あれですよね、多分あのみんな今ニコ生見てますよね、多分ここで手元で。なんか今日滑る日だな。セックスとかけまして、はい、シチューと溶きます。はい、そのこらどちらも濃厚がいいでしょう。おお、なれ。こういうの言わんから、はい、頑張ってんのに。いや、もうだって画面越しのなんかわーっていうの聞こえてこないですもんね。だからここでやっぱ盛り上がらないといけないじゃないですか。はい、そんなん言うたら、そろそろあれ、キラまだセックスを解きまして、おい、赤信号を届きます。はい、その心は、その心はどちらも無視しちゃうでしょう。セックスとかけまして、ちょっと全部めっちゃ良かったと思う。セックスを無視する。雨上がりの街並みと解きます。はい、綺麗な、綺麗なね。その心は、はい、どちらもびしょびしょです。かっこいい。シェシェやった感あるけど、画面を見ろ。ああ、言うまだ言うまだ。セックスとかけまして、はい、レストランで出てくるおしぼりと溶けます。はい、その心は、どちらも使ったら捨てるでしょ。やばい、やばい。よし、ダイヤの顔がすごい冷たい。ダイヤの顔、怖くてね。アンケートお願いします、どうぞ。やべえ、こんなシーンや、違うやん。やいいの、今回初めてキラーがやってくれました。拍手。よいしょ。いや、意味わかんなかったから、もうちょっとなんかうまく言えたかな。うん、まあそうだね、家で反省しよう。家で、家で、お家で、お家で、家で反省すると思考がはいしっかり動いて、次はこうしていこうと。そうやって考えることがやっぱ大事だから、うん、いい挑戦だったと思う。俺はね、そう思う。自分のやったことに対してしっかり向き合って考えること、それが成長するのじゃないっす。ありがとうございます。おめでとう。ちょっと俺もフォロー欲しいですね。あ、ゆうはよく頑張ってる、このままおしぼりと一緒か、ほら、やましちゃったな。誰ですか、俺の姫ですか、これ。おしぼりと一緒か、ゆきちゃん。いや、貸しよ、貸しよ。今話題の名前、おかしい、さらにおかしい、さらにおかしい、さらにおかしい。いや、違う、こういうこと言うと、ゆうがやみついとしだすわ。ダイヤの向きだったらいいけど、俺の向き多分赤いやつですよね、ちょっと今の。いや、やみついとしますよ、俺。じゃあね、あの次の、あの第三巡五対戦が、次のお題っていうか、俺が持ってきたテーマが、当たり前ポエム。おね、例えば俺がどんなことを言ってたかと、
はい、言いますと、はい、例えば俺がじゃあ俺じゃあ次俺じゃあ俺が採点つける次かな。あ、そうですね。例えば当たり前ポエムっていうのは、はい、ポエムは心にしびれなきゃいけない、はい、刺さらなきゃいけない、はい、ね、その中で当たり前のことを言う。例えば君の前で服を脱いだら僕はもう丸裸さ、やってみないよ、なるほどね、みたいなポエムを、はいはいはい、お願いしたいんですよね。なるほどね。え、集計できました？はい、はい、お願いします。どうせゼロ、どうせゼロ、そしてキラが、キラが、はい、キラがゼロ、キラが、おー、よっしゃー、よっしゃー、いや、危ない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 、言ってないのにビリじゃねえ。はい、じゃあ行きます。当たり前ポエム、当たり前ポエム、当たり前ポエム、あのテンポが欲しいね、テンポが、いいテンポ、はい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 、普段、クールな俺だけど、はい、君の前じゃホッとするよ。グイすごい、よし、こい、グイ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 、よし、こい、グイ。とりあえず、やっぱ、はい、俺のジャッジは不公平だから、これ、実際に行こうか。はい、次、キラ、ちょっと待ってください、ちょっと考えてた今。キラ、ちょっと待ってください、行こう、当たり前のこと言え、当たり前のこと言え、カッコつけて。ちょっと、ベンジいいですか。はい、どうぞ、はい、その間にも考えておくよ。はい、行きます。ちょっと待っていいですか。おっと、右足出して、左足出して、歩ける。おー、当たり前体操。お前言っちゃったよ。全部じゃね。言っちゃった。なんかちゃっ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 たみたいな。体操になっちゃってるよ。はい、次行きます。はいはい。俺あのテンポよくガンガン回すから、はい、それで答えられなかった。あ、OK、OK、直感な、直感な。言えなかった直感な。はい、そこ。はい。え、どっちですか。いや、お前です。なんでお前が反応してない。あ、じゃないか。こっちだよ。直感いく。はい、グイグイ、はい、グイ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 、キラ全然お前つまんねえじゃねえかよ。なるほどね。勘ごとだよ、勘ごと丸々。はいよ。キラ頑張れ。ティッシュもらっていいですか。ティッシュ、ティッシュないですか。いや、違うっす、違うっすよ。ティッシュとかけましてじゃないじゃんみたいな。はい、じゃあ次、はい、ユー、君の声を聞きながら寝床に入ると眠れるよ。さあ、当たり前じゃなくない。眠れない人もいるじゃん。お前うっせぇよ。寝床に入ってんの、お前うっせぇよ。すごい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 。これ何やこれ。まあ、シンプルに当たり前のこと言ってほしい。例えば、はい、いくよ。髪の毛を切ったら短くなってたみたいなのが欲しいの。あー、はい、当たり前じゃん。もうさらにさらに掃除したら綺麗になったとか。はい、ピカソ。なんかお酒たくさん飲んだらやったっす。あー、セクシー。いやし今普通じゃない。おーおーおーだけど、はい、言い方に照れがあったんです。聞こえてないよ。いや、これちょっとリュートっぽく言おうと思って。はい、じゃあこれつまんないんで終わります。集計お願いします。はい、なんか飲んだ方がいいんじゃない、みんな。ん、無視。ダメっすね、なんか配信前に、はい、食べると眠くなる。間違いない、間違いない。眠いっすね。非常に眠い。さっき美味しい、美味しかったですね。終わってからがベストかもしれないですね。いや、確かに確かに確かに。配信前に言ったらなんか、でも多分逆に空腹だったら空腹で多分大体お腹いっぱいでね、なんか俺なんかあの、あ、いつものあの終わった後にいわき結構楽しみよ。あー、いや、もういいね。もう太る、もう太る。しかも、はい、また俺入っちゃってるし。いや、今日やばすぎ。リュウトゥヤンゲ、初見屋が今の出した人、酔ってる。誰、初見屋が。初見屋さんが。俺、リカさんっす。俺だよね。俺、あ、俺、酔ってます。みんな酔ってる。君に酔ってる、酔ってる。はい、好きだね、好きだね、本当に。だから、だから俺を入れるなっていうあれだったんだけど。じゃあ、わかりました。何してほしい。聞いちゃうもん。はい、
何してほしい？いや確かにそうですね。思いついた。まだやってないやつ。地元の友達から電話来たから、ちょっと待って。はい、あ、もしもし、いいっすか、ちょっと飲んでんの。はい、はい、キラー、初だよね。今仕事終わってるよ。はい、うん、初だよね。初です。うん、キラーに俺まだ突っ込んでなかったことがある。はいはい、今さ、ニコラマで元カノの話を聞いてよね。まあ、元カノの話は確かに気になるんですね。あ、すごい、すごい。なるほどね。元カノっすか。はい、え、どういう感じなんですか。いや、ガチの。ガチの、作りなしのやつが聞きたいね。うん、てか、キラってさ、ガチなんか、妄想恋愛多いよね。いや、なんすか妄想恋愛って。いや、マジで。いや、それはちゃんと恋愛したことだってありますよ。例えば、例えば、え、こう見えて1年間…アルミありがとうね。何？え、こう見えて1年間彼女したことがあるんですよ。1年間彼女いたことないってどういうことなんですか？あ、ありますあります。1年間いないと。あ、いました、いました。1年続いたことがあるってこと？それはめちゃくちゃ最悪でしたね。最悪だったんだ。あ、最悪だったね、あれはね。はいはいはい。で？最悪でした。例えば、あれ最高だったの？俺知ってる？話してきたけど、ね、知らないお前。え、こっちの話かよ、お前。え、普通に早く喋って、後ろの人。なんか、なんか、なんか、なんですか。なんか、普通に、はい、俺の、うん、なんか俺の友達、うん、はい、の彼女だったんですよ、うん、はい。で、略奪系ね。略奪愛。まあ、その友達と俺の地元の友達、みんなで遊んでて、はいはい、でそこにその彼女がいたんですよ、はい、で、まあみんなで普通に、はい、遊んだり、はい、まあどっか出かけたり、うん、まあしてたんですよ。はい、で、うん、まあ、その子とその彼氏かな、いざ喧嘩したんですよね。はいはいはい。で、なんか俺に相談をしてきたんですよ。その話長い。サクッと頼むわ。です。何でもあかんぶしてんの。え、何あかんぶしてんの。ちょっと不平してないです。してないです。出たやろ。してない。してない。友達と遊んでて、で、はい、まあ、まあ、結構別れてなったんですよ。はい。で、なんか俺と付き合いたいみたいになって、はい、でも俺は友達だったから、うん、なんか立場つくなんか気まずかったんですよ。はい。だから俺はそれを相談してたんですけど、その友達はいいよって、うん、でも俺は好きじゃないから、うん、なんかじゃあ普通に触れよ、ね。いやでもなんか触れなかったんですよね。うん、優しさという罪ね。で、まあ頑張って好きになろうと思って、うん、まあ2ヶ月ぐらいで好きになったんですよ。うん、頑張って、そして、うん、俺の知らない間に8ヶ月間浮気とかされてたんですよ。はい。こっちコメント来てないよね。まあ、浮気とかされてて、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと一昨日の初回で、はいはい、僕すごい人に出会いまして。どんな人？なんかその子が、はい、なんか私ね、浮気されたのよと。はい。ありえないんだけど。で、あの家に行ったらその女がやってきたのよ。なんなんと思ってちょっとムチブチ切れたみたいな話聞いてたんです。はい。浮気ってありえないよねみたいな。はい。そうだね、浮気はね、はい、そうだよね、嫌だよね、はい、話聞いてたんですけど、はい、あのその子、その浮気相手に、はい、なんか聞いてよ、浮気相手さ、子供いいんだよねみたいな。お、子供いるんだよ。で、私もムカつきすぎて別れたのねって、はい、で、その後彼どうなったのって言ったら、はい、え、結婚したのみたいな。その浮気相手と結婚したの、はい、お前絶対浮気されてた人だと思ってお前が浮気させた人って思いながら。お前が浮気をしてた方だと。お前多分浮気させられてた方じゃないのかなって言ってなるほどね。話聞きながら、いや、そうだね、はい、そうだねって言いながら、あの、まあ、しゅうやくんは浮気とかできる、はい、って言われたから、はい、俺お前とちげえよって言ったら、はい、結構キレてた。結構キレてた、マジで。だいぶキレてた。なるほどね。俺言うんじゃなかったなと思って。なるほど。あります、なんかそういう初回の話。初回の話、面白い初回の話。はい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 。あの、まあ、エイトグループあの、いい時、はい、最近あったやつ。はい。あの、僕らはホストですから、はいはい、あの、まあ分かるわ、売れてなかったらまあ時間使ってね、こういろんなところにデートして好きになってもらってから、はい、指名で来ていただく、はい、これ普通の話だと思います。シーカーシー、はい、まあ俺もそうだし、シュウエもね、はい、EP エグゼクティブプレイヤーもね、はい、主任もそうだと思うけど、はい、あの俺たちはお客様がいる、売れてないわけじゃないからね、まあ、まあ売れてなかったとしてもお客さんがゼロではない、はい、で、はい、初回の女の子に言われたのが、はい、私時間使ってくれたら、はい、何でも戻すし何でもやってあげるよって、はい、言われました、はい、でもね、俺がもし初回で来ていただいただけなのに、はい、
そういうことをしてしまったら、はい、既存のお客さんに申し訳ない気持ちがやっぱ勝つから、はい、俺もお金を使ってくれたら返すタイプだから、はいはいはい、話をしたら、したら、いや私は使ってくれないと使わないし、俺は使ってくれないと使わないしみたいな、はい、お互い時間を使わない、金を使わないと時間を使わないみたいな、時間を使わないと金を使わないみたいな、はいはい、討論になったわけよ、はいはい、でお前もういいわみたいになる、はい、で、しぶしぶね、やかましいから一回飯に行きました、はい、おお俺がだよ、初回で来た、いやすごい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 、珍しい、そんなん言うならわかる、はいはい、次の日バックレられましたー、おいしょーい、似たような話があって、あ、俺もあるわ、どうすんのと思ったら、はい、同じように、はい、私に時間使ってくれたら、はい、おろすしみたいな、はい、言ってて、まあ、とりあえず僕送りだったんですけど、はい、LINE やってます、はい、なんで私に時間使ってくれないのって、私は今エッチがしたいんだと、はい、俺そのニュアンスだったんだ、はいはいはい、私なんか、中に出してほしいんだよと、すごいすごい、大胆やん、なんだこいつと、はい、あるよ、残ってるよ、はい、いやいやいや、怖い、すごい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 、怖いわこれ、なんで外で会ってくれないんだお前は、はいはい、お前なんか指名する価値ねえよと、はい、すげえ、はい、ご飯は行こうって、とりあえずご飯行ったんす、はい、おお、すごい、結構ご飯は食じゃないんで僕、はい、ご飯は行って、その後に、はい、じゃあこの日おいでっつって、まあ、行ってきてくれたんですよ、はい、おお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 お何もしなかったっすね、あれっておろすって言わなかったっけみたいな話をちょっとね、聞いてみたんです、そしたら、はい、女の子言ったんですよ、でおろすってそっちのおろすじゃないわよ、子供のことよみたいな、おおおおおおやばいやばい、怖い怖い怖い、子供をはらまして殺したい、なんかそういう願望があるらしいです、やばいやばいやばい、やっぱりちょっと言ってるっすよね、言ってるよね、それは言ってる、怖っ、闇がね、これは怖い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 、だから俺は本当に今言うわ、全国に向けて、はい、全国のホストの方、はい、確かに時間を使ったらね、お店に来てくれる人なんていっぱいいると思う、はい、けどね、時間を使わないで来てくれるお客様が本物だと思います、よいしょ、 CM どうぞ。匠さんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ、やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ、一生ついてきます、君もロミジュリでホストしないか。カリスマファーストです。え、あ、そういうこと。どうもどうも、充実した仲間に囲まれ、充実したユキチに囲まれたホスト、ブルゾンフーリです。っていう感じで、はい、とりあえずなんか例え話をしていこうかな。すげーな、ブリゾントークですね、ブルブルトークね、ブルブルトーク、人は金玉がいくつあると思ってるの。2個みたいな感じ、みたいな感じ、まあ、まあ、みたいな感じすげーな、これ、はい、充実した意味じゃないてな感じですね、はい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 、って感じでお願いします。はい、お願いします。ねえ、そこのダメホスト狂い、ホストはお金を使わずに抱いてくれると思いますか。投げうん、使ってから抱かれるのって感じですね。じゃあ
はい、お願いします。ちょっと、顔して。あ、マジか。もう、今、行きましたよ。行ってきてよ、行ってきてよ、出ろ、出ろ、出ろ。違うの。違うの、違うの。お金を使ったらやるんじゃないの。あ、いいの、いいの、いいの。35万使う。いやいやいや、かぶせてきたよ。はい。むずこれ。いけいけ、思い通りにいけ。ホストはいや、むずい。かもえ。かもえ、帰れ。いろこい。一番大事なもの、そう、本家。はい、むずいこれ。はい、ピカソピカソ。なんだこれ。ピカソなんでこれじゃねえ。いけ。ちょっと待って。ねえ、そこのダメ経営者。待てや。従業員は失敗したら怒ってばっかやるけど、怒った人の気持ち考えたことある？怒って育つ？何言ってるの？怒ったら飛ぶ。うまうまうま。まあなんかためのタイミングまで使ってきましたからいいよいいよ。さすがでしょ？タイミング大でしょ？テレテテテレテテ。飛ぶ。さすがやな、すごいじゃん。これすげえな。じゃあ行きますか。いいの。ただも充実した私生活、恵まれたお金の環境、そう風俗嬢です。いやこれそこの先ダメマン、あなた本当に自分の価値分かってる？私は分かってるの。そう、じゃあ質問です。女は何もしなくても男は寄ってきますか？寄ってこない、しゃぶってあげるの。しゃぶってみな。そしてチチを出してみな。そしたら自然と男が寄ってくるから。じゃあ男の、私の男のチンコのサイズ35センチ。いけよ。うさつけや。すげえじゃん。はい、ありがとうございました。はい、ものすごいね。はい、うん。まああれですよね、はい、定規と一緒。あれ知ってる？30センチものたち、チンチンのギネス記録知ってる？はい、知らないです。あのマックス5、60センチぐらいらしくて、で今生きてる現在で40何センチ、はい、40何センチ。第2位だか3位の人が、はい、45センチぐらいあるんだよ、はい、でその人のおちんちんの長さが、はい、実際15センチで、はい、皮が30センチらしいの、はいはい、でこれはギネスに乗るのか乗らないのか言って、はい、皮含めた45センチでギネスに乗りました、はい、マジか。あれですね、うちのビジョンの S さんは逆ギネス記録いけそうですね。チンコのちっちゃさ。S が誰なのかは分かんないけど。え、S カンボウさ。やばいやばいやばい。もう一人しかいない。一人しかいない。負けるやん。一人しかいない。ノーヘルスピード違反。小さい。でもめっちゃめっちゃ引っ張ったらあれじゃないですか。やばいっすね。本気でなんかもうなんかちぎったりしたら、はい、ズルムキャラでいきまーす。はい、うわ、向けてねえ、クソ、ファックファックじゃねえよ。いくよ。はい、フェラチをするときに、はい、日本人の7割ぐらいが、まあ、火星方形だから、はい、向いてあげてフェラをしなきゃいけないっていう、はい、あれがあるでしょ。はい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 、ね。普通の人はそれでいいと思うよ。向いてあげてこう加えてあげる。はい、あのね、俺ズル向けだから向けてる状態に向かれて加えられても痛いだけやね。もしね。一つだけ気に入らないと。はいはい、面白いけど、はい、ただ絶対に日村さんに言われる言葉ある。はい、シュア、シュア、見て見てズルムーケみたいな。めっちゃなんか大事。あれがちょっとね、うん、はい、ちょっとやるね。一時の感じだって俺の、俺のズルだけね、あの掃除のおばちゃんとかみんな見てくるからね。すごい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 。絶対おばさんだしね、目凝らして、あれあの人炭入ってないから。そっちかもしんない。こっち、はい、炭入ってたら温泉入れないやん、ね。はい、
ってこの人隅隠してチンコ丸出しでこうやって歩いてくるわけよ。で、まあちょっと蛇が出てるわけよ。はいはいはい。おばちゃんもめっちゃ見て、よしよ、おばちゃん俺のチンコ見てんね、食い付きやないか言ってくるんやけど、絶対隅やろ絶対隅やろいや、あいつは俺のチンコ見てたね。いや、絶対隅や、絶対隅。マジか。もうチンコにも隅入れたらいいことじゃないですか。いやー、注目度注目度2倍だね。チンコに隅入れてるやつ温泉これなのかな。あ、ダメさん、チンコ、え、ダメ、え、だってそこまで見られなくない。アウトっす。見ないでしょ。あとすチンコ、え、じゃあ確認されるときどうすんの。確認されるときなんか入ってますよねみたいな。でもなんかこう隠す人もいるやん、タオルで、はい、これ隠すけど、いや今炭入ってましたよねみたいな、見せてくださいみたいな、チェック入ってたら。いや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 、あなたはやばいと思う。見たがるのかと、見たがるのかっていう問題じゃん。びっくりする。いやいやいやいきなり正直な話ね、はい、あの俺ラクーア、ラクーアの温泉入ったときね、はい、バスタオル巻いて入ったからね。いや間違いない、明らかに怪しい。見てくださいでしょ、ね、逆に。で先日マカオ行ったじゃん、はい、プール一緒に行ったでしょ、はいはい、久々に裸でプール入れて嬉しかったわ。あ、まあそうそうね。あ、逆にラッシュガード嫌いであのプールに入ったのが、はい、10年ぶりぐらいだから、お、水なんか俺すげえ違和感だったんじゃない。あ、逆にですか。なんか変な感じするなみたいな。そのプールで言われました、はいはい、あんた韓国だったらモテるわよ韓国言われてました、言われてました。なんで、なんで、韓国韓国人に韓国人モテる顔らしいです。俺そんなん言うたら、韓国行った時に、はい、ミョンドンっていう街で商店街みたいなとこで、はい、プラプラしてたら、日本人の観光客に韓国語で話しかけられたよ。はい、それが、えって言ったら、日本人なんですかって言われた。マジかみたいな。韓国にモテる顔と、韓国にいる顔っぽいらしい。待ってね。いやー、あ、俺っす。何それ、コロ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 デンジャースイッチだし。おー、え、すげーじゃん、懐かしい。すげー知ってる俺。みんな必死に喋ってるな。一生懸命絵心大会する、はい、あー、やりますか。ですね、サインかけますね。お題お願いします。全然持ってないんだよ、お題。俺エゴやばいっすよ、エゴじゃねえわ。みんなになんか何ですか。しずかちゃん、いやなんかそんなに。しずかちゃん、じゃあしずかちゃん行きましょう。はい、え、俺結構うまく描ける気がするわ。あんなこと今やれたら優しさね、変な血をいっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なパンチで叶えてくれる。女と自由にやりたいな。はい、コンドーム。誰か笑えやろ。今コンドームめっちゃ落ちました。え、め、俺ごめん、なんかボケとかないわこれ。多分マジガチうまい。え、俺もめっちゃうまい。誰がうまいかさ、コメントで女の子に聞こえるじゃん。できました。え、お風呂上がりしてください。いいっすか、いいっすか、お風呂上がりしてください。いいっすか、いいっすか、いきましょう。いや、軽さとバランスできた。できました。お風呂上がりの静香ちゃん、3322211。やばい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 。お風呂上がりね。じゃあ俺っていい。お風呂に入ってる静香ちゃん。いや、長っ。どう、うまくない。乳首でかおばあちゃんに。はい、普通に静香ちゃん。何それ。それ何、何生えてんのそれ。何、被爆した。まあ、進撃の巨人 1.5 メートル級ぐらい。あ、バドミントン中のなんかさ、ドコモショップのマスコットキャラクターみたいなね。はい、ピカス行こう。結構、え、めっちゃうまい。静香ちゃん、え、誰が一番うまかったかコメントお願いします。一番最初に書いた方が、ね、面白かったんやけど、面白かったけど、うまかったのね、はい、絶対受け狙いに行ったから。違う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 。なんでこんな、じゃ、なんか違ったんだよね。ほらほら、俺なんか、あ、ふわりが一番うまいって言われたよ。嘘でしょ。いや、お前ディスって、ピカソ嘘でしょ。なんか違う、メインキャラ。お、やっぱ、おやっしゃ
だからメインキャラクター系がいいっすよね。いや、そうだそうだね。俺と俺とピカソという1票ずつ入って、ピカソは2票。他はサブキャラはちょっときついっすね。確かにドラえもん行こうぜ。ドラえもん、あ、いいっす、はい、俺ドラえもん、ドラえもん、ドラえもんはだってドラえもんクソうまいよ。え、俺も2万回ぐらい書いたの。僕も保育園の時めっちゃ書いてたんで。え、俺子供に書いて言われて書いてればよかった。そんな練習したことないかも。じゃあ、いきまーす。わー、やべえ、負けた。きた、きた。いや、え、マリファナを吸ったドラえもん。いや、目いってる。実写版ドラえもん。残りは CM。 純粋な、純粋な、純粋な。マグケ飲んでるか。うめえけど、うめえけど。え、CM 中に、誰が一番うまいか、はい、コメントよろしくお願いします。よろしく。CM どうぞ。男たちは愛し合っていた。禁断の恋をするならハニー。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。おいおい、たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。続きまして、次アンパンマンでお願いします。書きました皆さん。はい、書けた。いきます、アンパンマン。うつら、うつら。片を食べられたアンパンマン。片方って何やねんそれ。いや、これ結構ガチアンパンマン書いたんですけど、キラの書いたアンパンマン。結構ガチが来ました。お前、それバイキンマンじゃない。耳かけはバイキンじゃない。ピカソのアンパンマン。いや、ちょっといいっすか、いいっすか、いいっすか。これ本気っす。全然うまい。いくよ、いくよ。空を飛んでるアンパンマンを上から見たらこうなる。おお。下からじゃないですかこれ。下からかな。うまいうまいうまい。誰が一番うまい。うまい。で、誰が一番うまい。あの、頭食べられたアンパンマンね。俺、空飛んでるアンパンマンで。俺はなんかちょっと行っちゃった。ちょっと腰が詰まってるから。ショックなことあったと。消してました。誰が一番上手い。誰が上手い。次行くのかなと思って消しちゃいました。後ろの人気ない人上手かった。絶対これ、これ言う、これ言う、これ言う。これフラリ、これピカソ。食べられてるよ。あ、本当だ。ユウだ。ユウか。マジか。チキショー。上から見たらこんなもんじゃねえ、アンパンマンって。これチキショー。ちょっと痩せすぎたか。じゃあ次ゴルゴ13です。ゴルゴ13。わかんねえ、わかんねえ。ゴルゴ13どういう顔だっけ。ゴルゴ13、でも俺結構得意かもしんない。ちょっとあの、俺これ書いてる途中でいいですか。あの、書いてる途中でいいんですけど、あの、せっかく夏なんで心霊話いいよ。ありますか。あ、おいいけど俺そういう話聞けないから怖いもんな。だって急にかわいいみたいな。いや俺ちょっとお化け系呼んじゃねえな。なんかあいつ多分ゴルゴ13。できた。できました。俺の書いたゴルゴ13いきます。俺の書いたゴルゴ。じゃあうまくない俺。お前の殴られいやいやいや、俺待てください。多分俺めっちゃ上手いでしょ。絶対上手い。上手い。絶対上手いでしょ。いやユウさんこれは違うですか。ごめんなさい。俺のでしょ。でもゴルゴ13銃持ってるじゃん。持ってる。これ上手いですか。
これゴルゴ30。ちょっと絶対キラに関してはなんかもう豆粒あのこれうまいっすね。えこれうまいっしょ。これうまいっしょ。でもなんかルパンと被ったんだよね。まあ絵は途中でやっぱり途中で。え別に絵がうまく描けたところでなんでもなんねえからな。いやそうですね確かに心霊話ですか。心霊話、心霊話ちょっとやだな。ありますよ深夜話っていうか、まあ、こういう話があるんですけどね、3軒75ミリ地下1階エスティンガーって店があるんですけど、怖い2年前、3年前、はい、ペスタっていう店でした、はい、ある日従業員が出勤してきて、はい、厨房に行ったんですって、はい、そしたらなんかガコーンみたいな音がしてみたいな、はい、なんだと思って、はい、見たら BGM 中ですね。やばいペスタの従業員が食いついたらしいです、はい、えガチで。だからあそこいわくつき物件なんですよ。で誰も借りたがらないんですけどスティンガーあの札幌からやってきたんで、中洲が本店なんですけど、中洲本店で山口の店あって、はい、で鈴木の店出して、で歌舞伎町進出してきて何も分かんない状態でやってきてあそこにしたんですよ。あそこみんな怖がるんですって。えあの取りたがらないらしいです。へえ、はいはい、でちょっと今日行ったっすよね。ちょっとなんか怖くなかったっすか、なんか店の雰囲気的に。いや今日ね俺霊感ないんだけど、はい、今日同業であのスティンガーさん飲み行ってきたんですけど、はいはい、めちゃくちゃ内装いいし社長かっこよかったっす。いや全然違う。 BGM とは裏腹に落ちが綺麗みたいな、はい、姫野愛さんっすけど、あそこの社長さん同い年でちょっとね、いい人でね盛り上がっちゃった。あります。ないんです。いいっすか。俺見えねえし。指輪っていう題名の指輪を、はい、約束します。ある大学生のカップルが廃墟に入ってきますね。ビデオ撮影しながら入っていったんですけど、その廃墟に、まあ、その廃墟にビデオ撮影しながらお邪魔しますって言いながら入っていって、で奥に指輪があるんですって。でその指輪を、まあ、持って帰ると、それあのこの指輪綺麗なんで持って帰りますね、じゃあお邪魔しましたって出てくるんですけど、後々そのビデオを見たんですよ。でそんならその廃墟がめちゃめちゃ綺麗な家なんですって。でうわー何やこれみたいな。でそんで見てお邪魔しますって言ったら、奥の方からおじいちゃんとおばあちゃんの声でいらっしゃいって聞こえるんですよ。はい、でなんでおかしいおかしいみたいな。で進めていくうちに指輪綺麗ですねって言ったタイミングの時に、この指輪はおじいさんと私の大事な結婚指輪なの、だから持っていかないで置いておいてねって言うんですよ。いやでもそれでも持ってってお邪魔しましたって言って、待って行かないでってガラガラやったやつが待てーって言われるって言うんですよ。えだけ、そういうびっくり系の。あ、なんかそっからさらに何もないですよ。すごいことが起こる。びっくりする系だったんですけど、誰もビビらなくてちょっと。なるほどね。むしろこっちが怖いです。うるさい。なるほど。昔なんか、はい、A ちゃんと来てたんですけど、はい、その人が、はい、ビジョンのグラウンドオープンの時に、はい、500万と合わせてくれたんですよ。おで、僕何も知らなかったんですけど、オーナーと話して、なんかまあ、タワーある、うん、で、言うかもしれないですけど、いや、右の形ちょっと待って、それが一番怖いじゃん。50万入金だけしたんですよ、残り450万残して飛びました、怖っ。怖いな怖いな怖い怖いな怖いなそれは歌舞伎町に飲んでました。怖いな怖い怖いな怖いな昔従業員に、うん、今まで何人かにお金貸したことがあって、はい、お金貸してください、貸しました、次の日飛びました。あ、てかあれ出したな、うん、従業員ちょっと怖かった人、これ自由でなんじゃないかなっていう、中心なんじゃないかなってこういて、ゆきくんって子がいたんですけど、はい、その子にちょっとお客さんのタバコ買ってみてほしいって言って1万渡したんですよね、はい、1万渡して、はい、1時間だったのかいって、はい、で、なんかあったの、はい、2時間だったのかいとか、さすがにやばいなと思って、はい、そのまま一生帰ってこなかったんですよ、はい、そのまま寮の鍵も持ってちゃったんですね、はい、今何してるんですかね、怖いっすね。いや死んだんじゃね。いやそうっすね、なんか怖いな怖いな。いや俺もあったな、なんか昔まあ前の店の時に寮に住んでた、おぉ寮に住んでたんですよ、うん、でまあ、そこにちょっとゲイ疑惑立ってるキャストがいて、まさくんっていう、
まあ、ある日ちょっと待って、ある日皆さんも待ってたじゃないですか、ケーキを。いや社長と、ある日ね、社長と、まあね、ジン君っていう前一緒にいた可愛い系の男の子がいたんですけど、そいつが風呂入ってパンツがないって言い始めて、なんかえみたいな、どっか落としたんじゃないみたいな言ってたんですけど、まあ、ある日、まあ、そこから何ヶ月か経って大掃除しようってなって大掃除したんですよ、部屋を。そしたらそのマサ君っていう、キャストの芸業区立ってるキャストの布団の下めくったらジン君のパンツが出てきました。怖いなぁ、怖いな、怖いなぁ。なんか寮で夜中カツンカツン音がしたんですって、はい、でなんか従業員が絶対これ家でやと思ったら、夜な夜な真っ暗なところでピノさんが石砕いてたんです。へへへ、それ課題やん、学校の課題やん。それだけ聞いたら、学校の課題してたんや。聞いたら怖いけど、ピカソの壊し方、こうやって壊して。そうそう、繊細だから石は。修正する石の気持ち考えながら、こんなんやろ。で、社長のお尻は掘られたんですか。いや、これは掘ってないです。そこを実際ちょっと詳しく聞きたい。カッチンカッチンの石みたいな。いやいや、ほんとにね、ほんとね、勝手に奪った。所長の石2つどうやって奪った。なんで石や。どうしてますか。ってことで、どれの石は、はい、絵描いてもらった。そうだね、あれが一番思う。どれが一番思う。はい。いやあ、はい、そのラスト5分、うん、最近あったなんかこらないわって話しません。はいはいはい、さっきの紹介事件なんだけど、まあ、あれ一番人生でないわ。はいはい、はい、僕また会ったんす。まあ例の S さんなんですけど、はいはい、 ST さんなんですけど、はいはい、 ST さん、うん、目月亮なんですけどね、はいはい。まあ、あいつ言っちゃいますよ、はいはいはい、あれ先輩じゃない、はい、あれも先輩じゃない、はい、リーガーマン行った時に、どこいるの、リーガーマンいますって言ったんです、うん、で、位置情報をわざわざキラに送らして、はい、あ、もうちょっとで着くよ、みたいな、はい、待ってて、みたいな、待ってたんですけど、はい、そっから1時間経っても来ない、はい、電話かかってきて、どこですかって聞いたら、いや、なんか江ノ島行っちゃいました、みたいな。はみたいな、アホ。もうすぐ着きますね、位置情報も送ってんのに。まあ、まあそれはいいんですけど、はいはい、その後電車帰るときに、はい、僕は寝てたらめっちゃここ濡れてるんです、はい、何かなと思ったらシュンティーを持って表現全部かかってるんです。いやー、いやー、やってましたね。シュンティーにちなんだ、昨日起きた話、はい、電話来た、はい、どうした、はい、言うたら、はい、俺、ふわりさんのお客さんキャッチしちゃって LINE 交換しちゃったんですけど大丈夫ですか、言われた。はい、大丈夫なわけねえじゃん。言ってたんですか、結婚しようって言ってないんですか。いつだか分かんないけど大丈夫なわけねえじゃん、はいはい、これから分店するからいいのかな、いいやって思ってるのか知らんけど、はい、れっきとした爆弾だからね、それ違いない、綺麗なだけです。俺も、あ、仲良くしてあげてって言うしかないよ、はい、確かに。なんで、それ言え、もう言え、はい、分店するからいいやかん、マジ辛いなと思ってたよ。ふまりさんのお客さん、ね、ごめんなさい、大丈夫。ダメでしょ。間違いない、間違いない。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次週も、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。